金見口の昭和カプセル。はい、12月7日お昼12時になりました。金見口の昭和カプセルスタートです。はい、そして今日一緒に番組進行してもらうのは、はい、プレパレことプレパレードの日本はぐみと松丸春菜です。はい、はぐちゃん松でお送りします。はい、もう12月になりましたよ。ね、もうあと1ヶ月後にはもうお正月ですからね。なんかすごい、なんか2021年あっという間だった気がしますね。まあいろんなことが、まあそれぞれだと思うんですけれども、この1年は振り返ると、まあね、外国行ったりとか、でね、ちょっと1ヶ月ぐらい番組を過ごしたりとかっていう、そうですよね、出張ありましたもんね。そうね、ね、まあそんなこともあり、まあ世の中もね、なんかいろいろあって、なんか今ほら、新しい、オミクロン株ですね。オミクロン株が来て、ね、ワクチンも今度3回目もそろそろ打ち始めっていうことになってね、まあ、緊急事態は今開けてるけど、ちょっと来年どうなるかなっていう感じなんで、まあそういうことで、あの、まあコロナ対策もね、引き続きやってますので、はいはい、感染症の対策のアナウンスになります。スタジオ内にですね、トレールフレッシュという機械を設置しておりまして、こちら低濃度オゾン発生器になっておりますね。こちらの機械でスタジオ内の空気をクリーンに保っています。でまた、収録中はこちらのアクリルボードとマウスガード、こちらで対策をしております。スタジオに入る際には、アルコール消毒と、あと検温徹底して行い、あとスタジオの外ではマスクを着用しております。スタジオの人が入れ替わる際には、換気をして消毒作業を徹底して行っております。安心してお楽しみください。はい、ありがとうございました。はい、ということでね、今日は久しぶりにね、ハグちゃん、久しぶりに、ね、来ているので、はい、パレットパレードの新曲が出たということで、うん、そうなんですよ。ね、でその新曲を今日はね、聞いてもらいたいと思うんですけれども、うん、じゃあ曲紹介はご本人から。はい、先月ライブ、まだライブでしか披露してないんですけど、スタートラインっていう新曲が公開されて、パレットパレードってアイドルグループ、すごい賑やかで楽しい感じのグループなんですけど、そのグループらしさが前面に出た曲になってます。はい、はい、ではお聴きください。パレットパレードでスタートライン。Bye.
はい、パレットパレードでスタートライン聞いてもらいました。はい、またね、今後の活動などについては番組の終わりの方でまたね、披露してもらいますけれども、はい、ということでここでいつものコーナーですけれども、平成世代からの質問箱、ということで今日はマッツーの方からね、いいですか。はい、クリスマス事情、昭和のクリスマスってどんな感じだったのかなっていうのを、なんか例えばこんなの食べてたよとか、あとこんなプレゼント流行ったよとか、あとそのサンタさんにどうやってお願いしてたのかなとか、そういう違いがあったら知りたいなと思って。昭和の頃も、いわゆるまあ日本人は祭り好きだから、クリスマスの時期はやっぱりクリスマスなんかわーってイベントやるっていうのは結構もう昔から、あったので、何を食べてたかっていうと、ケーキはあったんです。ただ今みたいな、ちょっと高級感あるケーキっていうよりは、どこの家庭も近所のスーパーとかで買ってくるバタークリームケーキ。生クリームはちょっとお金持ちのうちは生クリーム食べてるけど、一般の庶民はバタークリームとか、あとチョコレート味のバタークリームケーキ。今なんかバターは高いから、ちょっと高級感があって、バタークリームケーキってちょっと今レアになってるけど、当時はもうどこの家庭もバタークリームケーキで、なんか生クリームのケーキってちょっと有名みたいなところはあったんだけれども、なんか本当の一部が乗ってるケーキはちょっと贅沢みたいな、そんな感じはあったので、でもちゃんとろうそく立って、サンタさんのこうなんか砂糖菓子みたいなやつで、みたいなのは当時もね、あって、で多分70年代ぐらいまでバタークリームケーキが主流だったのかな。80年代ぐらいからだんだん、ちょっと生クリームケーキも普通の家庭も食べられるようになって、途中に一回ね、1970年頃に、ちょっと一瞬アイスクリームケーキのブームがあったんだと。なんかアイスでできたケーキを、なんでそんな冬の寒い日に食べるのかっていうのもあるけれども、美味しいですよね。でもあれそう、ちょっとブームあったけれども、まあそれはそんなに長く続かなかったけど、本当1、2年ぐらいそういうブームがあったの。あとお菓子の入った靴、サンタの靴にこうお菓子がいろいろ入ってて、で、お菓子を食べた後にその靴を履くっていう、ところまでがセットで、あるあるですね。そうね。あとケンタッキーフライドチキンがクリスマスの定番になったのは、多分70年代中頃ぐらいからかな。その頃に日本に進出してきて CM もあって、でもやっぱりケンタッキーのチキンってやっぱりちょっと贅沢な感じが当時もあったから、普通の家庭はお惣菜さんで買ってきたチキンレッグっていう足の部分をもも焼きを食べるとかっていう、ちょっと甘いやつですよね。そう、あれ食べたりとか、あとサンタさんというのこう、その時に何歳だったかによるけどもお手紙書いたりして、お手紙は書かなかったけど、でも翌朝に起きると枕元に、お菓子が置いてあったりとかっていうのはうちの場合は、じゃあやっぱその時からそういう感じだったんです ね、 ただいかにも近所で買ってきたようなお菓子だから、なんか近所で買ってきた人がいるんだろうなっていうのを子供心にもね、思ってたりしましたけどね。その時からやっぱサンタさんは煙突から入る感じだったんですか？煙突から入るっていう物語はもちろんあるけどやっぱそんな感じだ。で別にほら煙突ってどこのうちにも、でもうちは北海道だったからあったんですね、煙突が。ただなんでよく西洋みたいな、レンガ造りのしっかりした煙突じゃなくてこうブリッキでできた細い煙突だから、どう人は通れないだろうっていう、で通ったとしても通った先ストーブだからね。そんなのもうね。あとちょっとある程度大人になってからの頃になると、やっぱほらカップルで過ごす人もいれば一人で過ごす人もいて、一人で過ごす人が、その日はシングルベルって言って、もう死後だよね。そんな言い方したんですね。そう、一人でクリスマス過ごすからシングルベルっていう言い方をして、寂しい。今年はシングルベルだよみたいな。ちょっとひどい言い方ですけど。
いや、まあ、ちょっと自虐的にね、そういうのは多分あったな。80年代頭ぐらいの頃は、うんうんうん、なんかやっぱりそのカップルで過ごすのがやっぱりクリスマスって、まあなんていうか、そう、そっちが、そっちの人たちが勝ち組じゃないけど、まあそういうね、うん、まあそれは多分、あ、でも今ってどうなんだろう、今ってそのカップルで過ごしたりとかってあんまないのかね。まあ、イルミネーション見に行ったりとかするのかなってイメージはありますけどね。昔ほどなんか特別感ってないのか。ありますけどね。まあ人それぞれなのかな。どうなんだろう。まあ、そんな感じのね、昭和のクリスマス事情でした、はい、ということで、そろそろあの今日のゲストの方をお迎えしたいと思います。今日のゲストはですね、漫画家で、格闘家もやってらっしゃるという、小倉治さんに来ていただきます。お願いします。どうぞ。すみません、あ、通れますか。お邪魔します。はい、よいしょ、はい、どうぞ。失礼します。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それではですね、ゲストの方のプロフィールを、ハグちゃんの方から、紹介してもらいます。はい、本日のゲスト小倉治さんは1961年生まれ、兵庫県神戸市出身。1982年集英社発行の少女漫画雑誌デラックスマーガレットで漫画デビューしました。1996年には実践喧嘩空手家列伝で小説家デビュー。その年、総合格闘技の道場陽明門護身拳法道場を発足し師範となりました。2001年に出版した書籍不登校の真実を原作としたドキュメンタリー映画不登校の真実学校に行かないことは悪いことですかを2003年に自ら監督しました。主な著書に小説新版丹下左膳びっくり面白聖書物語勘違いだらけの通説世界の食文化など多数。現在は無料漫画サイトリードカフェにてマリ先生の心のお薬研究室とゲイ精神科医独島陽子を掲載中。またニュースサイト話題人にコラム記事を連載中です。漫画だけにとどまらず小説映像など幅広い活動を続けている漫画家で総合格闘家の小倉治さんが本日のゲストです。はい、恥ずかしい。すごい。自分のプロフィールを読まれるのがこんなに恥ずかしいと。いや、それはみんなそうだと思います。まあ、あの、でもスタート漫画で、まあ、もちろん今も漫画描いてらっしゃるんですけども、はい、最初から少女漫画っていうのがまず、そうなんです。ね、みんなあの驚かれるんじゃないですか、初対面の人は。はい、しかもこんないかつい。ね、昔はひげも生やしてたんですけど。あ、でもこのデビューした頃って、はい、例えばまあ男子がなんかこう漫画家になろうと思うと、まず大体あのジャンプマガジンサンデーあたりの漫画賞応募っていうのが、そうです、ね、まず正式なルートじゃないですか。まず一つ言えるのは僕には姉がいたっていうことですよね。で、姉がマーガレットを読んでいた、あるいは少女漫画を読んでいた。でもう一つ言えるのが、あの今もそうだと思うんですけど、漫画の投稿の賞ってあの少女漫画の方がきめ細かいんですよ。必ず返答をくれたりするんですよ。で、なんかちょっとしたおまけの何かをくれたりで出すと、あの賞もすごく細かくて新規発掘に熱心だったんですね、少女漫画の方が。ですから僕は、あ、これだったら少女漫画の方がなんか手応えがあるなぁと思って。そうですね、まあ、少年漫画ってやっぱり競争率も半端ないですもんね。はい、うん、で、まあ少女漫画にあって、で同時にね、いくつかの、まあ、いろんな漫画の、あの投稿は、はい、あの少女漫画だけじゃなくて繰り返してます。だから割と賞嵐みたいなことをやってて、まあ、ちっちゃな賞を取ってて、でもまあ幸いにしてデビューできたのが、まあまあ、別冊マンガレットで入選してデラックスマンガレットでデビューっていう、うん、よかったですね。まあでもあの昔から少女漫画ってやっぱり男性作家の方も一定数いましたし、はい、あの初期の頃って男性の方が多かった感じじゃないですかね。まあ、それは初期の初期、昭和の初め、初めの頃は漫画家自体がまだまだあのほとんど男性が描いてた時代は、まあ赤塚先生も、ね、あの篠森先生も少女漫画先生ね、はい、描いてましたからね。梅津和夫なんてホラー漫画なんて、まあ、ほとんど少女漫画ですからね。で、わかんないだろう。梅津和夫先生はわかります。わかります。
本当怖かったんですけどね。ホラー漫画って少女漫画多かったですよね。そうですね。まあ、ご本人全然怖くないんですけどね。あんなひょうきんな人だとは思わなかった。今でもだから女性、の方がやっぱホラーとか好きなのかな、多いですよね。独特の世界を持ってますね。なんかね、こう昔はそういう雑誌にこうちっちゃいこう付録のこう豆本的なものがついてて、それがなんかホラーのだっていうことが結構多かったです。ありましたありました。あの漫画にちっちゃな漫画のおまけがついてるんですよ。付録みたいなね。だからもうあの、まあ、世代一緒なのでわかるんですけど、はい、小学校の頃はあのなんかホラー漫画ってやっぱり少女雑誌のです、ね、おまけにこうついてるっていうイメージがあって、別にあの女性の兄弟がいたわけじゃないけれども、当時、フレンド、マーガレット、リボンとか読んでたので、結構当時はなんか少女漫画の方でなんかね、こう、なんか模写、でギャグ好きだったんで、当時は土田よしこ先生の漫画を、鶴姫じゃん。そう、鶴姫とかでしじみとか、黄緑とか、あの辺を全部模写して、当時ね、ましたけどもね。そうですよね。まあ、面白い時代ではありましたよね。何でも始めというか、挑戦の年代で。で、まあでもそこから、なんかこう漫画の世界でこうわーっと広がっていくというよりも、なんかいろんなことを始められてるんですよね。僕ね、ものすごい劣等生だったんですよ。通知表が5段階だとしたら全部1と2しかないぐらいの。で、ものすごく当然、俺何ができるんだろうっていうふうになるわけじゃないですか。じゃあ、とりあえず漫画で幸いにしてデビューできましたけど、じゃあできること全部やりたいなっていう、まあ、何ができるかわかんないけど、こんなアホな僕でも何ができるんだろうって言っていろんなことを始めてしまったという、今思えば本当に浮気者でございます。はい。いやでもね、何がものになるかわからないとこうだからいろいろね、やるっていうのは、あとまあ興味が幅が広い、はい、あとまあ使ってくれる人がいたっていうのは幸せ者でございますね。結構はなんていうかこう自分はこれがやりたくてそこをやるっていうよりも、なんかこれをやったらなんか拾ってくれる人がいたっていうとこから転がるって、割とありがちというか、あの、はい、ねえ、だから漫画も最初に僕実は4コマ漫画なんですよ。でその劇画を描いたりですね、まあ、少女漫画だけじゃなくて、まあ、青年誌で描いたりもしていましたね。で小説もたまたま付き合いがあった出版社の人が一回も小説を書いたことがない僕に書いてみないって言って、いや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 って言ってたんですけど、とにかくじゃあ進めてくるから俺がじゃあ10ページ書くから俺が面白かったら次書くわみたいな、すごい上から目線で面白かったんですね。で、まあ空手の漫画を、漫画じゃない小説を書き、2作目が丹下座禅っていう、まあ架空の昔の名作の、まあ、リメイク的なオマージュ作品を書いたら、まあ、いろんな映画監督から映画化の話が来たんですよ。ものすごい有名な監督とか、そう、丹下座禅自体がもうなんかビッグタイトルですね。で、もう本当にカンヌ映画祭で賞を取ったような今村翔平監督から電話かかってきたり、撮らせてくれって。で、映画界と付き合うようになって、じゃあ長嶋家と、じゃあ俺も映画監督になってやると思って何本か撮りました。じゃあちょっとその撮った作品に関してですけれども、まずこの不登校の真実って本をまず出されたんですね。はい、はい、僕さっき言ってみたようにものすごい成績が悪いあかん子やったんで、不登校のとか引きこもりの人の気持ちなんとなく分かるような気がしたんで、ずっと、まあ、取材をしたりして、ね、今画像出てますけどね、まあ最初、まあ、いろんな人にインタビューをして取材をして本を書いたんですよ、でそういう人たちとこの付き合うようになったんですね。もう一緒にお食事をしたり、まあ、お母さんお父さんとか当事者の、まあ、大人になった子供たち、二十歳を超えてる人と一緒にお酒を飲んで、でそういう人たちおじさんも協力してもらって映画を撮ろう、自主映画を撮ろう。でその時僕ね、確か予算がね10万か20万円ぐらいしかなかったんですよ。あららら、なんとかなるだろうと、どうせ自主映画なんだから
と思ってやりだしたら、まあ不当協力してる子がどん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 宣伝してくれて、なんか新聞社が取材に来たり、テレビ局がね取材に来たり、すごい後に引けないんです、うん、じゃあちょっと、富山でちょっと撮影しようかって言ったら、うん、なんかねずっと人が周りにいるの、よくわからない人が、うん、なんかカメラとかって僕を撮ってるというか、富山駅に降りた瞬間いっぱいカメラが僕と助監督を狙ってるの、なんか有名人来るのかなと思ったらなんか関係者の男の子が、うん、全富山のあのテレビ局ラジオ局とか新聞社に電話して映画監督が来るから取材するようにもう20代の子ですよ、そこもういきなりずっとテレビの取材受けて、もうたかが自主映画20万円で撮ろうと思ってた自主映画だったんですけど、もう弾けなくなっちゃって、でその、撮った作品がね DVD 化されてますよね、あのが出ましたね、これ DVD 化っつっても2、3年前で、ずっとね2、3年前までは DVD 化されずに自主映画が、いや自主上映が15年ぐらい続いたんですよ。ありえないんですよ、こんな映画。多分延々と、例えば親の会っていう不登校の親の会の人が10人ぐらい集まって、上映してくれませんかとか、上映させてくれませんかってやってお貸ししてたり。でももうジャンルとしては教育映画。でもね、どうなんでしょうね。最も教育的でない私がこういうものを撮ってしまう。いや、でもでもこの作品自体の知名度がないと、そういう上映会とかのお呼びでかからないよね。不思議なもんで、最初じゃあ試写会やろうって言って、まあ、協力してくれるところがあって、で、なんかねその時も新聞に出してもいただいたんですよ、ここでこういう。でどんなに入っても無名の監督で、全員、まあ、当事者とはいえ無名の俳優でもない方が、まあ、俳優さん実はいたんですけれども、いましたけれども、が出る映画で30人から50人お客さんが試写会できたら御の字って言ったら300人来たんですよ。でその時日本財団っていう財団の会議室を借りてたんですけど、まあ、気を利かせてくださって日本財団の方が大きな、ものすごく大きな会議室、違う会場を用意してくださって、急遽、はい、なんとか皆さんを、はい、じゃあもう当日突然というか、まあ、もうその日にやりますよって言ったら、もうそこの場で来たわけですね、その人数がね。そうそう、びっくりしちゃって、って。で、その時にもういろんな新聞社の方とか、ワイドショー各社いらっしゃって、ワイドショーって、あ、テレビで見てる人がいるみたいな感じで、インタビューされてる俺、みたいな。びっくりしましたね。で、また悪いことにね、すごいストレスだったんですよ、映画撮るって、編集するとかって。もう、すべて忘れたいと思って、僕はその時、その前日に、スキンヘッドにしたんです。それなんで、わけわかんなくスキンヘッドにしたんですか。とにかくもうさっぱりしたい、すっきりしたい。もう慌ててるか、タオル貸してとか言って、頭を隠して。あ、じゃあ、自分でもやっちゃった感じで。そう。なんか、失敗したーって、もう、友達が、またテレビを見た友達がゲラゲラ笑うわ。小倉何そのツルツルみたいな。もうそう、はい、そういうなんかね、まあ見る人から見ると教育的な映画って言われてるものの、監督がなんかこわもてで出てくると、本当にね不思議なもんですよ。いやいやいや、なんかいろ思わぬ方向にこう行くもんですよ、ね。そう、思わぬ方向で。ひなちゃんでしたっけ、あとお名前。ひもとです。ひもとさんね、アイドルさんやってらっしゃる、はい、さっきちょっと聞かせていただきました。僕もアイドル映画って撮ったことあるんです。これもひょんなことで、いろんなアイドルの方を、なんか、皆さんを主人公にして映画を撮ってる。だから、何が起こるか分かりませんね、世の中って。格闘技をやってみたりね。そうで、格闘技の方も、その本を出されて、道場を開いたってことで、なんかその最初さっき言ってた小説ですね、はいはいはい、なんて明治大正昭和の、はい、空手家の達人たちを主人公にして、
書かせていただいて、大河ドラマ的な感じですかね。まあまあまあ、その三世代ちょっとあの主流から外れたすごい人たちっていうのがやっぱいらっしゃって、空手界にもあの幕末からあの昭和にかけて、でそういう人たちにちょっとスポットを当てて、やっぱつながりがあったりするんで、それをちょっと小説にさせていただいて、はい、で今出ますね、はい、でこちらの、はい、実践喧嘩空手家熱伝、喧嘩空手ですもんね。だからあの本当の正しい空手がどういうものか僕もよく分かってないんですけど、あのちょっと主流からは外れてる、でもすごく強い人たちを主人公にして書かせてもらいました。だからこう本流ではないけれども、はい、本当に強いっていうやつですね。でこれで、まあこれを出された時に、道場を開かれるっていう。そうです、あの、正直言うと道場を出すつもりはなかったんですけども、あるあの有名な先生がお酒を飲んでまして、まあ、その本部が九州だったんですけど、小倉さん、あの支部長になってくれと、待て待てと、僕はあなたの弟子ではないし、一回もあなたから技を習ったことがないのに、いや、どうでもいいから、お前支部長になってくれよもう無理やり、いや、もうしょうがないな、支部長になりますよ、みたいな感じで、まあ、ある総合格闘技空手の研修会っていうのがあったんですけど、まあ、そこでの関東支部長ということをさせていただいて、で、まあ、その後、ちょっとまあ、独立することになるんですけどね。本当この子供も別に、うん、先生になるつもりはなかったのに、なんか偶然有名な先生からチーママみたいな形でスカウト。確かにポジションはチーママ。そうなんですよ。そっちの道場の評判というか、こうそこにお弟子さんが来られて、はい、でまたその方たちもそこで、なんか育ってっていくという、そういうことですね。あのね、あのこれ変な話なんだけど、僕の初期の門下生って7割が他の道場を破門されたやつだった。ろくなやつ集まってこないです。当時って総合格闘技だったんですね。あの、うん、今は当たり前の MMA、総合格闘技は当たり前だったけど、まあ走りだったんですよ。だからもういろんなやつがもう見学とか入門志望のやつが来る。でそれ半分道場破りなんですね。気持ちは。あの、で先生と対決して、先生がどんなやつかっていう、で俺は、私はその人たちを全員やっつけなきゃいけないっていう役割でして、もう大変でしたね。なんか漫画の展開みたいな。本当漫画でしたね。でこうニコニコ笑いながら優しくお話をして、何かやってましたかって言ったら、あ、柔道2段ですとか3段です、あ、レスリングやってました、あ、そうですかって言って、そいつには絶対に近づかず、パンチと蹴りだけでやっつける、ね、空手やってました、ボクシングやってましたっていう人がいたら、とにかくタックルに入って寝技に引き込んでやっつけるみたいな、もう情報戦のそうそんな感じで、ね、なんとかな、間の時代だからできたんですよ、ね、あ、そうですね、あの、ある意味すごい頭脳戦という感じですけども、もうそのいわゆるそのいろんなところから断られたりとか、こうね、波紋になったような人たちが集まってくるのはここだみたいな、うん、中になってきて、はい、なんだろう、あのお笑いで言うとソニーミュージックみたいなんですけど、あるんですか、あの、いや、なんか、あの吉本でなんかね、うまくいけなかったとか、ね、人力車であれだったとかっていう、たちはもうそこを辞めて、最後に行くのがソニーミュージックっていうね、SMA っていう事務所がね、最近ね、ここから賞レース行ってるのはね、おお、面白い、ね、うん、あのハリウッドザコシショウとかね、あの、アキラ 100% とか、みんな、ちょっとだから、あの、アリウというかね、飛び道具みたいな人が集まってる、いや、面白いですね、事務所で、でも最近、結構賞ね、お笑いでも一定数占めてきてるんで、はいはいはい、なんかちょっとそういうイメージをちょっと思い浮かんで、もう現在はどうなってるんですか、その上道場は。道場は僕はあの、まあ、護身術って名前をつけたらいろんな反則技の勉強できるなってんで、目つぶしの勉強とかですね、筋的蹴りの急所蹴りの練習とかですね、できるなと思って、で、護身術を偽りで、もう
何人かの同情生でもね、同情生って言ってももうほとんど50代ですね。あ、そうですね。なんかご真実だとなんか女性も結構ね、はい、勉強しそうな感じ。女性は今ね、アイドルさんとかタレントさんに盾と一緒に教えてます。アクションと、はい、いいですね。じゃあ結構なんかそう映像で頑張ってるね、女優さんとか。そうなんですね。いろいろ勉強になりそうですね。でなんとかね、その人たちも一緒にちょっと引き上げてることができたらなって思ってますね。いや、アイドルの人たち困ってると思いますよ。普通の護身術じゃなくて、まず剣術をやり、棒を振らせ、ナイフ術をやらせ、拳銃を取る技術を教え、首の締め方を教えて、何なんだここはって困ってると思うんです。でもそういうのができると結構個性っていうかな、はい、なんか特技的なことで語れるじゃないですか。今ねやらしてるのはね、全員に加えてる敵が加えてるタバコを蹴りで落とせ、後ろ回し蹴りでパチンと落とせっていう特訓を今してます。そういうシーンありますね、アクションもんでね。まあただなかなか最近タバコ吸ってる人がいないけど、どうなんですよ。だからもうまあ敵はそんな不良ですよね。絡まれたなと、はい、そういうことがあってます。でもまあそういうのができるとある程度その自信っていうのはね、まあどうなんでしょうね、そこは分かりませんけれども、まあなんかできたらいいですよね。で漫画の方も現在ね活動されているので、はい、今現在何ていうの、作品の画像が多分ある。あ、これですね。はい、これ、1年ぐらい前に描いてた。僕不登校とか引きこもりをずっと取材してきた関係で、やっぱりそういう方の中には全部いいんじゃないですよ。まあ一部の方には病んでる、心が病んでちゃってる方、まあ実際のところことを言うと、まあ一生前のうちに多分10人に1人ぐらいはそう病むんですけれども、でそういう時にやっぱ助けになってくれるのがお薬だったりすると、でお薬って偏見がすごくあるんですよ。怖いとかで、薬剤師のまあ偉い先生とちょっと相談をしながら、まあ正しくお薬もね、間違って使うと大変なことになっちゃうんで、こういうお薬を正しく使って、早く良くなってほしいっていう思いで、そういう精神科のお薬のお話を書かせていただきました。割とここ数年、なんかこう、うつに関する本だとか、はい、割とこう、ベストセラーになってね、読まれたりして、はい、ポピュラーになってはいるけれども、はい、このお薬の切り口っていうのはね、ちょっと珍しいですね。そうですね。やっぱり、怖いんですよね、初めての人は。やっぱそんな薬飲んじゃいけないとか、思ってる人も多くて、でも、どんな薬でも、正しく使わないと、効かないし、間違って使うとひどい目に遭うし、どんなお腹を壊した時のお薬でもね、でもね、結局ね、お薬って人間の自然治癒力を助けるためのものなんですよ。例えば皆さんがね、こうご飯いっぱい食べちゃってお腹壊して暴飲暴食を続けながらいくら胃腸薬を飲んでもお腹が治らないじゃないですか。それと一緒で他のお薬もね、例えば心のお薬でもまずそういうストレスをなくすということをやって、そしてお薬を飲むことでより効果的に効くと、まあ、何でもそうですよね。まず根本の原因から、はい、何かっていうところをね、はい、分かった上で、そこを、まあ、取り去るというまでいかなくても、まあ、ちょっと抑えて、はい、でそういう準備ができたところで、そこに助けて薬を得ると、そういうことですかね。はい、まあ、そういう思いで書かせていただきました。で実際にこの、心療内科の先生とじゃあ一緒にこう作ってる、専門の精神科の専門の薬剤師さんがたまたま友達にいまして、でたまたま、はい、こういろんなことやってるといろんな付き合いが生まれるんですよ。でいろんなお話を聞いて、でそうかそうかと、でこれはやっぱり世の中に出す価値はありますよねっていうことで協力をしていただいて出しましたね。
うん、やっぱそれを出せる場があるっていうのがね、まず、まあ、本当にありがたいことです、ね、だからそういう人たちとこう知り合いになっても場がないとね、なかなかそういう形になっていかない、ね、だからその場がいつも用意されてるっていうのって、なんだろう、やっぱ小倉さんだったらそういうねことをやらせてみようかみたいな、うん、いやいや、でもね、やはり何にしても、うん、まあ、特に心の薬とか精神科は引きこもりも不登校もそうですけども、偏見と誤解との戦いの連続ですよ ね、 ね。で、あの真実ってあってないんですよね。だからそこら辺をずっと探っていかないといけないなって思ってきましたね。まあ、本当にいろんなジャンルで、まあ、活躍されてるんですけど、これから先で、どういう方向にこう、なんていうか、こう作品を作っていこうと。これって、確か昭和を語る番組ですよね、はいはい。で、昭和って、不思議な、まあ、もすごい熱い時代が来て、で、お二人は平成生まれですか？平成ですね、はい。はい、平成って、まあ、外から見ると、いきなりバブル崩壊して30年間不況不況と言われながら、その間ものすごく便利になった時代ですよ。昭和の僕たちって、例えば携帯もないから友達と待ち合わせデートをしようって言っても、もう何かあったらもう会えないっていう。でも平成の終わり頃には携帯電話、やがてスマートフォンなんていうものすごいものが出てきて、すごく世の中が変わっていく時代。これからは僕は令和になって、さらに次の時代になったら、うん、もっともっと変わっていくというのがもう楽しみで仕方がないんですよね。なんかそういう時代を見たい、そして描けるものなら描きたいと思っていますね。え、ちょっと趣旨と違うことを答えてしまいや、もう本当に毎回毎回もう昭和の頃にね、はい、リアルタイムでこういろいろ経験している方たちからいろんな話を聞いてますけれども、はい、まあでも懐かしいけれども、まあ懐かしいだけで終わらせずにね、やっぱりその、まあでもその記憶を留めてるから今のこれから先のことがね、まあ、そうでしょうね、まあちょっと次にどういう方向に行かれるか全く想像がつかないので、まあ、楽しみでもあるんですけど、うん、YouTuber になろうかなと先ほど実はね、YouTuber が生まれる前に僕実は YouTuber やってたんです。あ、そうなんですか。はい、YouTube 番組を十数年前から作ってたんですよ、で、しかもスポンサーがついてくれて、あ、すごいですね、その当時に。ね、で自分の部屋をスタジオにして、でちょっと知り合いのすごい綺麗な美人のモデルさんとかを呼んでアシスタントになってもらって、で不登校とか引きこもりとどうやって対処するかっていうことを数年間やってたことがあるんです。だから もしかしたら元祖 YouTuber かもしれないその動画は今でも多分ね、探せば見れます、はい、小倉さんの名前と、なんか多分動画のところで検索すると出る感じですかね、はい、うん、それはちょっとぜひね、検索していただいて、まあ、うちも今ここでスタジオでやってますけれども、はい、YouTube でも、うん、最近、解説番組とかね、はい、ここはまあ本放送だとすると増刊号という形でね、なるほど、でそこではまあちょっともうちょっとショートバージョンで、うん、あんまりこうスタジオではちょっと言えなかったこぼれ話みたいなものとかね、あと昭和のこう文化のものをいろいろ生で持ち込んで、はい、そのことを語るとか ね、 あ、いいですね、うちに結構昭和の頃の雑誌とかね、いろいろあるので、そういうグッズを持ってきて、この頃こんなあったんだみたいなことをこうね、ワイワイやるような番組やってます。まあ、それは、昭和カプセル増刊号で検索してもらうとね、それも YouTube も出てきますので、はい、そちらの方もお願いしたいと思います。ぜひぜひご覧ください。はい、今日はいろいろ告知があるということで、まず、マッツーの方から舞台の告知がある、ね、あ、いいですか。はい、今週の土曜日12月11日土曜日に埼玉の、飯能市市民会館大ホールで、渋沢平九郎の和製オペラを開くことになってます。でちょっと私は歌ちょっと歌えないので劇中の芸妓さんのシーンで登場する予定になってます。よかったら
来てください。で、あの NHK の大河ドラマの青天を衝けのキャストの方もトークでお越しいただく予定になっているので、そちらも合わせてチェックしてみてください。よろしくお願いします。芸妓さんの役っていうことは、そうなんですよ、舞妓ですね、カツラ、はい、言って白塗りして、であともう一個だけ死んでる予定ではいるんですけど、まあ、ちょっとあんま言えないのでそれはまた多いよね。そうですね、はい、こちらの方は、もう今週末ですけれども、はい、これもネットで調べれば出てくる、そうですね、渋沢平九郎プロジェクトで調べていただくとチケットが、うん、はい、チケットサイトにつながると思うので、大丈夫だと思います。本当フルオーケストラでいっぱいこう人、なんて言うんだろう、大勢のオーケストラでやるので、すごい生のオーケストラで、生で、はい、すごい迫力あって、はい、ぜひぜひあのたくさんの人に聞いてもらいたいですねよろしくお願いします。はい、はい、そしてね、ハグちゃんの方からも、はい、告知があります、はい、イベントですね。はい、来週末から私が所属しているパレットパレードの透明版ツアー、初のツアーが始まります。名古屋が来週の土曜日、その次の週が大阪、大晦日が東京で全3公演、チケットまだ多分全公演残ってると思うので、気になる方いたらぜひ遊びに来てください。これもあの、パレットパレードで検索して、うん、公式サイトに行くと扱ってるんですね、はい、すごい、大晦日もある、うん、うわ大変だね、なんかみんな大変な時まで働かされて、でも大阪大阪そのライブと別に特典会っていうイベントが25日にあって、うん、クリスマスも会えるし大晦日も会えるし、うん、楽しみ、でもクリスマスに会えるアイドルで、うん、特典って何なんですか？特典会はなんかそのチェキ、チェキ会みたいな。いいですね、写真撮れるんだすごい、ね、なんかそれだけ、うん、あのクリスマスの過ごし方っていうね、うん、まあこういう過ごし方もね今は、あ、うん、いいですよね、なんかあのイベントでなんか今こう全国を回るなんか企画やったりとかしてるんですね、うん、はい、今はそのグループを広めるために全国6県、北海道、秋田、栃木、愛媛、福岡、長野、あ、すごいぐちゃぐちゃになっちゃった6県に、メンバーが行って1日でポスターを20枚貼るっていうお店を回って企画をやってて、今日ちょうど長野県にメンバーが2人お邪魔してます、はい、なんですか、それ行く場所を決めるのって何、うん、あのダーツの旅みたいな感じで、そう、行く場所は前回のライブでみんなで日本地図にその場でダーツを投げて当たったところを今今月回ってます、なんかやってるんですか、電波少年みたいな、すごいですね電波少年も古いけど誰もわからないでも別にその場で拉致されるわけじゃないですね、うん、あ、でも そこに行くのはその投げたメンバーが行くってことですね、だいたいそうですね。ふぐちゃんはどこに行くとかっていうの決まってる、私は先週愛媛に行ってきて、で今週木曜日に栃木県に行きます。ポスター貼って、はい、20枚え、それはあの CD ショップ回る感じCD ショップだったり飲食店だったり、うん、お店も自分たちで割と調べて、うん、あ、そうなんですね、そんな用意してるんじゃないの、すごい、だからあのこういうところに貼ったらいいかなみたいな考えながら回ってます、うん、すごい、あ、なんかすごい足であの目線でして回るってなんか、うん、その辺のとこだけ見るとなんか昭和 の演歌歌手みたいなあ、本当ですね、いや応援したくなっちゃいますよね、でもそんな、うん、ね、そこに行って別に歌ってくるわけじゃなくて、うん、はい、ポスター貼るためだけに行ってます、うんうん、すごい、でも旅が好きな子だったら楽しいかもしれないね、うん、あのそういうことがないと行かないような場所に行ったりね、うん、するっていうのも、愛媛はすごいな、いやでもそれもちろんそのあのこれでも行きますよって事前に伝えてあるんです、それもいきなり行っちゃう、あ、ばいきなりのとこも結構あります。へえ、うん。まあ今もそうやってね、あの足でこう頑張ってやっていく
のかっていうのがちょっと新鮮で、うん、今はもう全部こうネットでこうね、うんうん、こう例えばねツイッターとかでどんどんファン、まあ、それもやってるんだろうけども、うん、そういうのがメインなのかなっていう感じもあったんですけどね。あ、なのでもあの、活動を調べるのは公式サイトと公式サイトとツイッターがあるのでパレットパレードで検索していただけると、うん、ああ出ましたね、はいはい、ツイッターがあってでメンバーそれぞれの、はい、アカウントもあると。はい、あります。うん、パレパレ、あ、フォローしてくれたありがとうございます。ね、ファンの方もね、はい、今日の放送見た感想とかもどんどんね、うん、書いてくれるといいですね。はい、はい、また、2週間後ぐらいにアーカイブの配信もありますからね、ぜひ改めてまたそこでゆっくり見てもらってもいいかなと思います。はい、という感じで、まあ、もうそろそろエンディングになってきましたけれども、もう早かった。今年最後の放送なんですよ。そうですよね、ほら、この秋までは毎週放送だったのがちょっと秋からね、うん、今、ね、第1火曜日の放送になっているので、うん、今日が今年最後の放送になります。はい、次はねお正月明けて、1月の4日かな、の火曜日になりますけれども、まあ本当に、まあ、ご挨拶しないで、ね、皆さんに、見てくださった方ありがとうございました。また、ね、来年もよろしくお願いします。はい、ということで、まあでも YouTube のね、配信の方の、番組はね、またちょっと年内もアップする予定ですので、そちらの方を見ていただければと思います。はい、そしてもうほぼあれかな、あ、もうこんな時間ですね。はい、ということで今日はもう今年最後のゲストで、本当すいませんでした。大事な日に申し訳ございませんでした。なんか共通の友達からもね、小倉さんたくさん喋らせるには放送前に飲ました方がいいよっていう言われたんですまあでもその朝から飲ませるのはどうかっていうのもあってね。あ、じゃあこの後反省会を素敵なお話ね、そうね、申し訳ございませんでした。またぜひ、ね、来ていただきたいと思います。増刊号の配信の方もぜひ、ね、うん、遊びに来ていただければ、そこで飲みながらなんかやるっていうのは、ね、考えてますので、はい、ということで、まあ、もう終わりになりますね。はい、はい、ということで、ではまた来年ね1月4日のお昼にお会いしたいと思います。ではまた、来年もよろしくお願いします。ではまた。